いどうも、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして、水でございます。私は今ですね、ドラグーンさんの方にお邪魔しております。ドラグーンさんは私がですね、ギルドバトルの動画を上げ始めるようになってから、初めにこうお相手させていただいた、ギルドさんになるので、ちょっと個人的に思い入れのあるギルドさんになります。ですね、まずいくつかちょっと謝らなければいけないところが2つあるんですけども、まず先週お邪魔していた楓さんと、まあ、今週お邪魔しているドラグーンさん、どちらもなんですけども、ちょっとですね、仕事が忙しくてですね、その影響でちょっとギルドバトルの動画を撮ることがなかなかできなくて、なのでアップできる動画がですね少なくなってしまってですね、なので楓さんもそうだし、ドラグーンさんもそうなんですけど、1本ずつの動画になってしまうと思います。申し訳ないです。であともう一点ですね、これを撮っているのが、まあ週末ぐらいなんですけども、甲状腺というか、あの線量線ですね、線量線のアップデートが来ましたね。それでまあ本当はですね、本当は順号が出るまでね、戻らない予定だったんですけども、カラーですね、カラーのギルドメンバーがですね、カラーのギルドメンバーが、今14人ということで、占領戦15人以上じゃないとできないじゃないですか。ということで、ちょっと公約と違ってしまって申し訳ないんですが、ちょっと一時的にカラーに戻ります、来週から。はい、ということで、ご了承くださいということですね。あともう一個、今これを撮ってる時ですね、ちょっと私熱がありまして、熱が出ておりまして、ちょっとね体調崩してます。はい、ということでちょっとお聞き苦しいところが普段よりも多いと思うんですけども、よろしくお願いいたします。はい、で今回のお相手さんは、ノーブルビーストさんですね。はい、ということでやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。はい、1戦目やっていこうと思います。全体見ましたときに状況こういう感じですね。まあすごい強豪ギルドさんなんで、自分も普段よりも貢献なるべくしたいなと思うんですけども、剣はまだ、まあ結構まだありますね、いけるかな。ということで、まずゲージいっぱい残ってるこちらの方お願いしようと思います。パーティーはもうあらかた決めております。これですね、まあ、ジャンヌで、爆弾は弾いていければいいかなというふうに考えてます。2戦目はまあ、アボンしていけばいいかなというふうに思いますね。まあこれでいいんじゃないかな。あ、まあレゴはいらないかな。そんなに速度速くなさそうなのでレゴいらないですかね。はい、じゃあこっちも速度リーダーで、やっていって、まずは風パンから落としていければいいかなと思いますね。はい、ということでお願いします。なんかまあまず熱が出てて一つにね、熱が出ててですね、相性悪いっていうのも、別に今までね、その動画ストックしてれば、別に撮らなくていいかな、あーマジか、撮らなくていいかなと思ってたんですけど、さすがに、熱が出てる時に、ギルドバトル撮るなんてどういうやつだよって話なんですけど、あ、これライカでもよかったかな。まあいいや。その今までね、ドラグーンさんのね、動画を撮ってなかったんですよ、待って、あーすげえ減ったな。だいぶ火力振ってるな、これ、せやら。もしか速度。そう。ドラグーンさんにいる間にですね、全然、いや、マジか。まあいいけど、ドラグーンさんにいる間にですね、全然動画撮ってなくて、で、それがあってですね、ストックがゼロなんですよ。ドラグーンさんにいる間のストックが、ギルドバトルの動画がゼロでですね、さすがにゼロ本っていうか、動画を、遠征せっかくさせていただいてるのに、動画を上げないっていうのはさすがにね、ちょっとね、間だってことで、急遽撮ってます、今。もう週の終わりなので、これがね、撮れないとね、これがうまいこといかないと、動画ゼロ本みたいな話になっちゃうんで、さすがにそういうちょっとね、よくよろしくないなということで動画を撮っております。そうですね。
はいはい、まあ大丈夫でしょう。まあまあそれらも復活来るけども、まあまあ大丈夫でしょう。ライカに回していって、ライカでバチコン決めていけばまあ大丈夫でしょうね。あとはね、何でしょうね。はい、こっちですね。こっちはまずは、先延ばしで速度を下げながら眠らしていくと。はいはい、大丈夫ですね。そうしたらどうしようかな。これはアルタミエルもめんどくさいです。どれもめんどくさいですね。ただまあ風パンからでいいかな。 OK です。風パンをまずは、爆弾をつけていって、アルタミエル動かしたとめんどくさいですからね。いろいろパチパチやってくるんで、パチパチやってくるんでね、まずはこいつでいいかな。こいつ動かしていこう。お、まあ残ったか。すごいね、すごいですね。まあセアル動くんで大丈夫でしょう。あ、オッケーオッケー、負けました。いやーすごいですね、いい耐久ですね。まあアルタミエルはじゃあ次やっていきましょうか。まあまあいいでしょう。これでピチピチやっていきましょう。ピチピチね、ピチピチやっていく。残るか、まあそうだよね。ただアボンが帰ってくると思うんで、アボンして終わりでいいかなと。アボンエンドでしていきましょう。アボンして終わりじゃいとやっていきましょう。そう、風をね引いたね、多分ねきっかけがねあるんですけど、まあ仕事の疲労が溜まってたっていうのも一つあると思うんですよね。すごい忙しくてね、本当に。多分ね、まあ、うちそんな高いもんじゃないですけど、マッサージチェアが一応あるんですけど、そのマッサージチェアにねこう乗ってね、疲れを癒してたらね、いつも寝ちゃったんですよ。で寝て起きたらすごい寒かったんで、あの時じゃないかなと思いますね。はい、皆さんも気をつけてください。あとお風呂ですね。お風呂はやっぱ最近いいですよね。最近っていうか、お風呂に浸かるのがやっぱ気持ちよくてね、使って湯冷めしたっていうのが一つあるかもしれないですね。はい、ということで撮れました。ありがとうございました。はい、2戦目やっていこうと思います。2戦目前提見ました時にはまあこういう形ですね。なのでまた緑ゲージの方、こちらの方ですね、お願いしようと思います。1戦目はまあそうですね、水イフの縦割りが怖いので、合わせた、まあ、排除できるようにしておきたいなというところが思いますね、いうふうに思いますね。うん、まあなのでこう戦徳を得ておきたいなというところなんですが、ただお相手さんのね構成的に免疫もあるじゃないですか。なのでね、今回ちょっとあいつを使ってみようかなと。クリーピー使ってみようかなと思いますね。どうだろうな、一応医師にはしてますが、まあ非戦人がいるんであんまり機能しない可能性はありますけどね。うん、クリーピーのを使ってみようかなと、使ってもいいんじゃないかなというふうに思うんですけども、大丈夫かな大丈夫かな。セント君じゃなくてもいいかな。そうしたらまあトラクターしよっか。そうしたら、うん、まあ、これやっていきましょうか。これでまあベタのねあれを奪っていきたいなというふうに思いますね、あれをね。はい2戦目はね、2戦目はちょっと安牌に行きましょうか。安牌というか、なるべく死なないように、3戦目もあるのでなるべく死なないようにしたいので、まあこれでいこうかなと思いますね。これでいいんじゃないかな。はい、これでお願いします。そうですね、あとドラグーンさんはですね、すごいこうあったかいギルドですね。面白い方も結構いらっしゃいますね、たくさんはいはい、まずは、あーマジか、スタンか、セントクリバナ。これ水イフが怖いですね、こうなってくると。水イフの没収としていくかとです。あ、オッケーオッケー、そっち来る分にはオッケーですね。オッケーですよ。よし、いいですね。でも、非戦人が、まあこれがあるもんね。あーマジか。クリピー怖いね、これ。クリピー危ないね。まずは水イフを落としていきましょう。反撃か、反撃水イフか、なるほど。石じゃなかったか。よく見てなかったな速度を上げていきましょうか。加速していく。まあここはこっちでいいかな。スタンはしない。水イフを倒しちゃいましょう。これが強いですね。これがクリーピー強い。あーマジか。減速かけていきましょう。まあベターを黙らせていきましょうか。うん、そうクリーピーはね、前回の、ルーン解除でね、ちょっとルーンを変えたんですね。戦に戻ってくるかな、あれ、そうそう。次かな、次。あ、マジかよ。すごいね。すごいな、君は。よし、こっちも暴走で対抗していくと。OK。マジか、そいつか。まあ、
水、あ、マジか、来たか。回復大丈夫かな。ちょっと回復するか。まあ大丈夫でしょう、ただ、今回の回復だったら。クリーピーで美味しくいただけばいいし、よし、OK。いいですね。うん、まあ、暴走されても大丈夫ですね。回復しなくてもいいでしょう、もはや。ガンガン殴っていきましょう。よいしょ、これ殴って OK ですね。はい、OK です。で、2戦目ですね。うん、OK、まあいいでしょう。スタン2機しましたが、まあしょうがないですね。どんぐらい減るんだろう、これ。あー、縦割り来るか。あー、エラドに来るか、しかも。一回回復しましょうか、これちょっと。危ないんで。早いね、足が。こいつ。この馬、早いな、足が。マジか。あ、痛い痛い痛い。足早いな、こいつ。足早いよ君は。やめて。まだ早かったかもしれないけど、まあいいや。よし、暴走していく。なんだよもう。やめてくれよ。やめて。おい、ちょっとやめて。スタンがすごいし、やめて。ね、ここはまずは あいつからチャウチャウからやっていきたいですね。あ、マジかよ。縦割りか。あ、痛い痛い痛い。おい、ちょっとこれひどい。なんだこれは、何もできねえぞ。これチャウチャウはしばらくの間は攻撃が苦に出ないんで、ちょっとアウタ怖いな、これね。アウタじゃないや、エラドン怖い。エラドン体力がちょっと危ない。痛い痛い痛い。いじめないで、君は。いじめないでくれ。やめて、いじめ反対。おい、ちょっとこれスタンすげえぞ。ちょっとスタンすげえ。なんなんだこいつ、やばいっすねこれ。火のあれ、火のあれ火のあれやばいっすねこれ。強いじゃないか。強いっていうか、うざいね、これ。よし、これでもう、こいつも、フィガロも、フィガロも、ワコーンやってみましょう。ワコーンやってみましょう。オッケー。バコーン決まりました。よし。まあ、あとフィガロさえ抜いちゃえば、この馬うざいな、これ。馬うざいっすね、これ。よし、オッケー。ごまかしていけない。ごまかしもちょっと出てま、エスタみたいですけどね。まあまあまあ。セアラの連撃の前にはね。おっと、これ強いっすね、これ、馬。あんまりこの、名前もよくわかんないですけど、この火のね、馬、あんま戦ったことなかったんですけど、これはこれでうざいですね。アボンしていく。まあ大丈夫でしょう。そう、ね、このドラグーンさんに来た時驚いたのが、まずドーンさんに行った時のね、方もいらっしゃって、あれ、またお久しぶりですね、みたいな感じがあったのと、あと、赤坂ぼったくりギルさんのね、方もいらっしゃったりして、アリパミンっていう風に言っておきましょう。なんかパミンっていうのがね、ゴミにパミンっていうのをつけるのが、流行ってみたいですね。ということで、たまには使わせてもらいましょう。はい、ということでありがとうございました。はい、3戦目やっていこうと思います。3戦目はまあゲージ的にはまだ緑ゲージの方いらっしゃるんですけども、満タンの方はもういらっしゃらないみたいなので、だから最後はトラーさんの方に、攻めさせてもらおうかなと思いますね。はい、トラーさんに今までね2回ぐらい挑まさせてもらってるんですけど、どっちもね惨敗ですね。はい、惨敗でございます。なのでね、たまにはね勝たせてくださいよということで、まあこれでいこうかな、1戦目は。うん、2戦目はまあこのエトナが怖いですね。縦割りからボッカンやられたらさすがにね、エラドとかも一発だと思うんですよ。で、ミスパもいるんで、非常に怖いですね。うん、非常に怖い。なのでもうアンパに立ち回してもらいましょう。これでいこうかなと、思いますね。そうですね、これでいいかな。うん、これだったら一応みんな一子保護なので、まあエトナの縦割りも効かないかなと思うんですよね。まあスキルさん打たれたらそういう限りではないんですけども、ということでここでお願いします。はい、そうですね、なので来週から、カラーに一時的に戻ります。はい、おっと、まあライカに入る分に、あ、足早いんだこっちのは。セラーってことはかなり耐久高いのかな、これは。かなり耐久高そうですね。これでこれ当てていって、あ、いいですね。よし、オリオンに入った。よし、オッケーオッケー、抵抗してきたぞ。よし、いいですね。これすげえ減ったな。これはラッカーいっちゃった方がいいか。いや、こっちだな。オリオンボーイを倒す。よし、オッケーオッケー、いいぞ。これいけるんじゃないですか。爆弾つかなかったのがでかい。あー、ついてくるね。あー、火力高いですね。火力高い。火力にかなり振ってるっぽいですね。これセアラからいっちゃいましょう。ただ火力にかなり振ってそうですね、これ、セアラ。よし、攻撃ジャックも入ってくる。OK です。オリオンがね、こっちの方が、オリオンよりもこっちの方が早かったのはちょっとびっくり。あれだったよね、確か。
ちょっともう熱があってね、熱がある影響もあるかもしれないですけど、ちょっとちゃんと覚えてないね。普段以上にちゃんと覚えてない。よし、OK。星取れましたね。2戦目ですね。ああ、セアラに来るか。OK。スキル使ってこない。スキル使ってきませんでしたね。まあ、ペルナ入るんですけど、抜かしていきましょう。これ落ちないでほしいな。ああ、落ちたか。落ちた。しかも、アイス入ってねえし。アイス寝てねえし。寝てくれよ、君は。怖いから。寝てて。ペルナ怖い。ペルナ寝かそう。あ、寝ないか。寝ないか。これは水パンの、あーマジか、縦割りすぎちゃう、痛い。あー暴走しない、暴走してほしかったな、今暴走してほしかったな、これ危ないっすね。いやマジか、ちょっとマジか。あーこれエラド落ちるか、くっそこれきついな。今これペルナでもよかったな。とりあえずはこいつ倒していきたい。暴走してほしいな、ここで。ちょっとこれも厳しいっすね。あーやめて、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 やめ、やめ、やめ、だからだからそれ無理だって、正体だったらさ、そりゃ無理だよ。怒りがね、一戦目の怒りが起きましたね。これは無理かな、もう暴走して、あ暴走しないもんね。はい、ありがとうございました。まあまあこんなもんでしょう。ありがとうございました。おまけておきましょう。ありがとうございました。そうですね、何を話してたかな。まあ特に話さなきゃいけないことは話したからいいかな。まあまあ振り返りとしては大したことないんですけども、まあ一つ言うとすれば、今回のバトルではクリーピーかな、クリーピーがわりかしいい感じだったかなと思うので、これからどんどんねこの子を使っていこうかなというふうに思いますね。はい、なので、来週から占領戦ですね、占領戦のために、カラーに一時的に戻ります。なのでカラーはね、人数がもう今ギリギリなので皆さんのご協力が必要です。なのでぜひね、カラーに、遊びに来てください。どなたでも結構です。はい。どなたでも結構ですってあれですけど。なんかあれですよね。ちょっとここから余談になっちゃいますけど、ギルドに入るときに、こう、条件みたいなやつを設定できるようになったみたいですね。あれ、出ないのかな？出ないか。まあ、ギルドに今、自分入っちゃってるんで出ないのかもしれないですけど。まあ、例えば、ドラグーンさんであれば、あれ、どっか出たような気がするんだけどな。あ、ここですね。金さん以上って感じになったんですね。なんでこういう感じで、他のギルドさんも設定できるみたいですね。なので、まあ、そこに条件がちょっとあるみたいです。今ちょっと見えないっぽいですけども、いろんなね、方の募集をお待ちしておりますので、ぜひカラーに来てください。ということで、ありがとうございました。私は今からもう寝ます。はい。風邪薬飲んでるんで寝ます。はい。ありがとうございました。では次回も。お会いしましょう。よろしければチャンネル登録なり、コメントなりお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。